北海道中央バス、札幌ターミナル、北海道中央バス、札幌ターミナルは、北海道中央バスが、北海道札幌市中央区大通東1丁目、3の創生川東地域に設置する、バス事業部に属する、バスターミナル施設である。待合室1956年12月28日に、北4条西4丁目の札幌駅近傍に開設。 1966年12月15日に現在地へ移転した。1980年に4階部分を増築し、現在の形となった。5時35分に釧路からの高速バスが到着し、23時55分に函館への高速バスが出発するまで、高速バスが約220便、市内、近郊路線が約180便発着する。高速バスは、 多くが札幌駅、バスターミナル発着となり、札幌ターミナルは一部を除き途中経過地の一つとなった。1階はバスターミナルや売店、セブン銀行 ATM など乗客向け施設を設置。2階から4階までは経営企画室、バス事業部など中央バス事務所や関連会社の CB ツアーズ及び貸事務所、地下1階は貸店補として飲食店が入居する。 二階と地下一階では中央ターミナルデパートの営業を行っていたが1995年に閉店した。札幌ターミナル及び隣接する北海道電力本店ビルは老朽化が進行しており、隣接し閉鎖が決まっている北海道式劇場を含めて一帯を再開発、バスターミナルやホテル、オフィスなどが入居する高層ビルを建築し、 早ければ2029年度に開業する構想があることが報じられている。乗り場2021年4月1日現在、11から13番乗り場はターミナル外にある。なお、乗り場は増発等で変更となる場合がある。詳細経路等は担当営業所記事を、共同運行、相互乗り入れ路線は平気の事業者記事も参照。2006年4月に創生側通り、 アンダーパス連続化事業に伴い、11から13番乗り場の使用を停止、2010年に使用再開した。近隣に以下の停留所が設置されており、札幌ターミナルを経由しない便が停車する。停車路線等の詳細は営業所記事、路線記事を参照。ありがとうございます。